お疲れ。あって。なんか会いたいらしいよ、俺と。会いたいらしい。会いたいんだって、うん、それはないね。いやだから言ってたんだもん本当に。おはよう。いやアキーコのとこには行かないな。でもやりたいけどな。おはよう。シルプラかわからない。おはよう。ただいま。はい、おはよう。眠い。ガチ眠いわ。ちなみに聞いていい？これは通知来た。先にお前らに言っとくわ。通知来た。来てこれ。来た。はい、終わったわ。昔終了のお知らせは。来てこれやったらもう終わりだな。来た。はい、終わったわ。ありがとう。お盆休みだから。みんなお盆だからね、忙しいんかな。みんな忙しいの？お盆。忙しくないだろみんな。マクラロア、嘘つけ。忙しくねえくせに忙しい風に言ってんじゃねえよ。あ、 KP だから淡路島にいるらしい。私ちゃん今配信外電話したけど、で俺になんか空いてんだっつって。女って単純よね。
家族で行ってるらしいよ。女って単純よな。また奪うの。いや、あのね、一つ言っていい。あれちょっと待って。ちょっと面白いんですけど。早く出ろよ。早く。早く。最低。早く。男ぐらいいねえよ。いない。あいつは多分俺のこと好きなんだ。いや分からんけどね。なんか会ってくれるのとか言ってきたから多分ね俺のことが好きなんだと思うね。いや勘違いじゃねえって。だ会ってくれるのなんて普通言わないじゃん。言うけん？言わんだろうな。ただいま。言わねえよお前バカか。アホなんかマジで。言わねえっつうの。麻婆の次に好きだって。ありがとう。ただいま。だと思うけどね。
いで、ただいま。なんか始まる、なんかそのなんか俺気づいてないだけで意外にモテるのかもしれない、うん、いけるものを見逃してるのかもしれない。わかる？言ってること。だからその行為があるじゃん。会いたいは好きよ、うん、会いたいは好きよ。女の会いたいって好きじゃない、くるちゃん出てくれんよな。くるちゃん病んでるの。俺ちょっとなんか会いたいは特別な人しか言わないな。だろ。あ、てかさ、家臣はどうなったの。家臣は。出てきたかしん。あ、出てきたんだ。配信やってるの。活動休止。いい。さあ帰ってきた。無罪だったの。で、あ、そう、さっき聞いた。フェイは勃起版。おはよう、ランちゃん。ランちゃんのやつ、イチャイチャして勃起しちゃったんでしょ。なるほど。え、でも勃起するでしょ。女からいじられれば。ただいま。ただいまです。開始15分、ピタリかけではピタリかけきた。いやもう今日は動けない。もうさすがにもう無理。今日はマジに
おはよう。何がどうあがこうが今日は無理。地震来ないよ。あのツイートでもあったけど、もう地震は来ない。台風は来る。じゃあ俺さ、本当にこのままさ、あの富士山登ったろうかなと思ったけどさ、あの台風来るからさ、でしかもなんか今予約必要なんでしょ。うん。登山料かかるし、ねえ、もう台風の時は絶対行かん方がいい。ほんと吹き飛ばされる。あの案外上の方って風マジで強いんだよね。ありがとう。マジなんだこれ。だから外国の人でも亡くなってる人いるんじゃないか。いや俺は今は登れない、台風来るから。俺そういうのはシビアだからね。シビアい。おかえりなさい、ただいまなさい。みっちゃんあれ来た、最終日来てないよね、あなたね。あなたもなんかあの時集まればよかったな。おつじょり、あおつじょりできたんか。いや前の最終日本当におつじょり？まだおつじょりじゃなくない？もうなんか通知ピュってきたけど。やっぱお盆だと人少なくなっちゃうのかな。いや変わんないか俺の場合は常に。え？指輪を取りくん、指輪取りくん渡すね、指輪、うん、渡さないと買うね。もうしばらく行かない、うん、しばらく行かない。ベトはさすがに、うん、もう行けんだろ、うん、あプレゼント届いてました、ありがとうございます。またちょっと開けるわ。元気な時に開ける。
バチバチにな、元気な時に。さっき帰ってきた家ねえ、あのこれからやることはまず家賃の支払いなんだけど、家賃の支払いは会社が休みにできない、税金も休みにできないから、とりあえずお盆開けるまで何もできない。一般企業は休み、いつまで休みなのお前らは。今回でも加熱されたな、めっちゃ。でもめちゃくちゃ加熱されて熱出てねえから大丈夫やね。18まで。あ、18多いわ。逆にそのお盆期間中仕事で振り替えでお盆期間終わりからある人もいるでしょ。逆のパターンもあるでしょ。ね、仕事ってなんかそのやめ、なんかそのお盆中仕事、お盆終わったらやる。販売業は振り替えもない。おはよう。おっちゃん、どうした？お前今が一番いいわ、やっぱり。用途めんどくさくないよ。専業主婦、専業主婦は仕事よ、うん、だってね、切ったね旦那のパンツもさ、やりたくないでしょ。ありがとうね、切ったない旦那のパンツもさね、畳みたくないでしょ。前一番くんだよ。それは当たり前にやるんだね。子供の世話も仕事中も何かあったら保育園に駆けつけないといけない。寝れた。あ、でもね、1時間ぐらいしか寝れんかった、ね、あ、
いや甘えっていうか俺は母さんのやつを見てきてるからな、てかあのシングルマザー育ちの人はあのやっぱりわかあれじゃない、結構わかるんじゃない、育ち方の問題じゃない、シングルマザーのから育った人をさ、シングルファザーでもそうだけど、やっぱ子供はさ親の働いてる背中を見てるだろ、より一層、ね、ほら払ってね、ちょバクバクしてる、うん、だからあれよ、しっかりやってればできるよ、ゆいありがとう、おいしょ、ありがとう、参考キュインキュイン、と思うよ、枕ありがとう、今回飽きたからてか本来はもう旅でエンドなんだよ、てかそんな長くいるつもりなかったし、でも次は他の県行くぞ、18だろ、うん、もしどこ行こっかな次マジで、うん、ガチ行く、どっかで行く、あーラーちゃんありがとう、キュミーン、あらあちゃんありがとう、キュンキュン、確かに、ありがとうございます、お墓参りはいけないね、まだ、うわ蚊がいる、いいなって、うん、岩田さんにグイって返すだけだけどね、いや安心しろ、地震は来ない絶対、いやなんかさ俺ね別にバンジー飛べるんよ、本当に熱の湧くんよ、でも一瞬でさピアノとなんか一瞬でさバーって飛んでる時は湧いてさ、あじゃあグイーって引き継がれ、ね、飛んで下までポヨンポヨンってなるじゃん、もうポヨンポヨンの時にはじゃあ例えば3000人枠とするじゃん、もうポヨンポヨンで2500人で、最後のポヨンでもう2000人で引き上げられます、はい1500人、はい上に着きました900人で、あー終わったわ500人、はい終了、目に見えてる、うん、目に見えてるわマジでガチ目に見えてる、なんとなくわかるでしょ、てかお前らならわかるだろう、なんかやっぱ他の配信者がさ興味の配信者で一応バンジー見に行っちゃうじゃん、ね、飛んだっつって顔見たい、飛んでるところの顔見たいっつってで、こうやってねバーンって飛ぶでしょ、その顔はおお飛んでる飛んでると思うけど、飛び終わった後はもう全く興味ない人はさーてどっか行くだろうガチでイベントアイテム欲しい、あれが一番辛いで本当に、あ
あきありがとう、おいしょ、ありがとう、キュイーン、またベトナムに行きますかって、行くよ、いつかね、あのあれと同じよ、あのパチンコ配信でさ、あのスロットよりパチンコの方が一旦爆伸びするんだよ。で、あの確変入るじゃん、その時にはバーって湧くんだけど、終わった直後一気に1500人ぐらいいなくなるのきついで、うん、頭狂ってんじゃないかこいつはと思うもん、二度と来んじゃねえと思うもん俺。マジだよ、ガチね、閲覧、いやいや、あのさ閲覧気にしなくても、ね、1500人一気にドンっていなくなったらさ、気にするようするのもできないだろう。最近気づいたことがあと一つある、あのもうヤジが来なくなっちゃった、うん、もうただ行ったり来たりしてるだけ、リスナーがヤジ一切なし、話題性ないから不思議な、不思議だな、うん、つまりおから始まってんで終わるやつ、うん、はい、答えどうぞ、なんて、あ、ラーちゃん、キュンキュン、ありがとう、あ、ラーちゃん、キュンキュン、少しじゃないけど全然ラーちゃん、あ、キュンキュン、うめえマジで日本の酒、あらーちゃん、はい、キュンキュン、全然少しじゃないやんけ、キュンキュン、うわ、キュンキュン、ありがとう、でもお盆ってさ、実際マジでさ、配信見れない方が多いのかな、見れない人の方が、ネット民全体的にやっぱ家庭があるから。でもね、俺ね、主婦像は見れないと思う。ただいま、じゃあ、あんたすごい増えたじゃん、ゆりな、フォロワー、元気、おかん元気、ありがとう、週は来ないね、やっぱ旦那がお盆休みだからね、あの隙を見せられないね、うん、夫婦で見てる仲だったらいいけどね、こっそり見てる主婦は来れないね。あとあれだ、あれや、あの子供が休みだから、そう、音フェス行くね、お前チだろどうせ、え、何県行こう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 、18日以降に行くわ、県外、てかソロキャン行こっかな、本当に、誰かとキャンプでもいいけど、女とキャンプしたいわ、女と、女配信者、女配信者でキャンプしてくれる人いないかな、新鮮じゃない
違う違う違う、本当のガチのキャンプよ。プナマイは違うでしょ。名前はちゃうな、うん、熊出る。確かに暑いだろうな。え、キャンプのベストって春か秋？川辺でやりたいけどさ、キャンプ。昔なんかさ、その川辺でバーベキューしてて避難勧告出たのに、なんかその集団がその避難勧告全部無視してさ、ね、その一家全部丸飲みされて亡くなっちゃったやつあるんだよね。動画でも YouTube でもあるんだけど、それ見てからね、川辺でバーベキューしててさ、じゃあ寝るじゃん、ね、寝て その寝てる間にそんなことが起きたらさ、流されるに決まってるじゃん、大洪水みたいな。見た、うん、あったでしょ、危ないんだよ。するかな。あ、神奈川なの？多摩川？多摩川ちゃうんか。多摩川じゃない。これどうめんだけど。ちょっと待って。酒がうますぎる。あれこのうまいよこれ。やっぱ日本って日本って最高な国だな。食べま。マジ日本最高だわ。ダーツの旅やろうかな。ダーツっていうかくじで決めるやつ。そう、タイマーです。岡県キャンプ、それは団長に言ってください。一緒はしないよ、だるいもん。いつの間に帰ったの？帰ってきました。神殿は行きたいけどね。で今回はもうだらけない。なんかベトナム行くとリセットされるんよ、気持ちが。なんかね、もう2択ないよ。2つのルートに分かれる。疲れすぎて賢者モードゾーンに入るか、てか特に7月がそれだったんだけど、もう何もする気失せるの。もううわーってなっちゃう。でガチで動くゾーン、その2つ。
近所もの入ったら終わりだからな。動けなくなっちゃう。みんなも気をつけてください。だら人間一回だらけると自分に対しての甘えが生じちゃうんで意識が低くなるんですよ本当に。マジでだらけモードやばい。でももうぶち壊しゾーンに入るともう無敵ほんと。いやさすがに今日は賢者モードよね。いやでもいつもなら配信つけてないから帰った時ほんとに。でこの時間回してるし配信ぶん回すよ。おお久々じゃん。どうしまたアカウント変えた？てかまたブロックした俺のこと。エルちゃんもうフォローもしてないよ。変わったな。壊したい。それも地震やばい日だから富士山行くわ。え明日がやばい日なの？てかあのマジで南海トラフ来たら地震と津波じゃなくてあと火山もあるらしいの。富士山噴火、うん、あと台風、日本もある。で富士山の噴火はこれ結構配信でも話してんだけどあの意外となんか静岡が被害にあるとまあ静岡の富士宮とかも被害あると思うんだけどね。あありがとう。なんでこれ消しちゃったの俺のフォロー今したね。慌ててなんで消したん？理由を述べよう。10個キラーチャリンチャリン。東京だからね。東京方面に火山灰が来るんよ。静岡とか愛知側は被害が少ないんよ。だから浜松とかね被害はあると思うけどより一層多いのはなんかもう東京側らしい。そうだから東京やばいんだって。津波だから神奈川東京がやばい。津波でしょ。あと土砂崩れだろ。あと火山。これガチは昔から言われてる。それも俺小学生の時に習った。もう連鎖するんよ。もう中で全てが、うん、透明止まったら日本終わるな。マジ終わるな。ガチ終わる。飛行機も飛べんな。だから出れないで。で M ちゃん なんでこれ外したの俺を。お前なんか怪しいなポーちゃん。
まあ、なんかあっただろう。お前アイコン変えてるな。お前アイコン変えただろう。さてはなんかあるな。46分ピタ発生。まったくもう終わったわ。違う、あ、待てね、ちょっと待て。やばいよ、やばいで、ピチャだね、ピチャ。都心で2メートルの火山灰が積もるとか、いや2メートルはないんじゃない、2メートルはないでしょ。多分な、なんか暇だな。で、誰か遊ぼう、誰か遊んで、誰か遊ぼう。いや誰か遊んで。やばい、なんかやっぱ日本安心するわ。誰か遊ぼう。やだ、あそこには行きたくない。飲んでるやん。ボーリングめっちゃうまい。いやマジでうまいって。ありがとう枕。スコア260以上は出せる。俺基本的にカーブが多いもん。ストライクっていうか、ストライクなんてあの連チャンに取らないと意味ないからな。ありがとう。
もっと沼企画みたいなのが面白いんじゃない。でもなんかさ、なんかコラボってなんか飽きるんよね。特にさ、あの配信者同士が飲んでるコラボとかさ、なんかマジで飽きん。わかる。家なら盛り上がるけど、あの店で飲んでるコラボってなんかなえるくない。つまらんとか面白いとか関係ない。なえるんよ。マジで。わかる。なえるんすよ。ただいま。こっちいらんくれと思う。確かに。てかなんなら、あ、また、ね、なえるんよね。そうなんや。私です。ふわっち配信者やることなさすぎてみんなダラダラしてる。確かに、みんなイベントの時は頑張ってるよね。だってさ、ふわっち配信でさ、企画とかやっても無意味だもん、ぶっちゃけ。だから事件の方が見ちゃうでしょ、みんなも。企画見て確かに、だからね、俺一つ考えたよ。やっぱコスプレ企画とかやった方がいい。やっぱ集大にさらされる方が性に合ってる。窓ガマギがね、電車に乗った時マジ心臓飛び出そうになったわ、恥ずかしすぎて。初めて。しかも窓ガマギがあのスカート丈が短すぎて、なんかあの下パンツだったんだけどスースーしたもん。で座ってる時丈が短いから、なんか正面から見ると俺のボクサーパンティーがなんか見えるんじゃないかみたいな。ボクサーパンティドキドキするよ。新しいやつなんだろうね、コスプレ。あとあのさ、俺推しの子のさ、あのなんだっけ、アクアになりたい。
そう、カラコンデビューしようかな。今日ずっと新幹線じゃない、飛行機の中で見てたんだよ。アクアになりたい。アクア。カラコン入れてみるか。てかシャリンガンつけたい、シャリンガン。シャリンガン。痛いの？初めてだと痛い？痛くない？だ、取れなさそうだな。取れなかったら最悪眼科行けばいいのか。痛い？ハンサムって、あ、それか配信者ホストクラブ、なんかオーランホストクラブっていうのアニメ あったでしょ、知ってる？ヨーランだっけ、ヨーランホストクラブっていうアニメ、俺ねあのアニメ好きなんだよ多分女の人は全員多分知ってる。いやあれね、男が見ても面白い。そうそう、それヨーランホスト、陽蘭高校ホスト部。これね昔のアニメだけどめちゃくちゃ面白い、うん、キュンキュンする、男でも。やりてえわ、ホストクラブマジできるかな。いやマジ面白そうじゃない、うん、だホストを雇うんよ。ねえ配信者の売り上げ基礎メドンペリッチでシャンパンコールもやる で、フリー指名ってあるからね。あ、でもさ、あれか、まあ、企画で、どうなんだろうね。まあまあ、でも問題はないよね、営業的には、うん、いや、マティアス入れようぜやっべ、勃起してきた、やっべとか言ってそう、ずっと可愛い子来たら、そう、配信者ホストクラブ、あ、おいしゃーパオちゃん、かよキュイーン、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 パコーン。おしゃ、なんでこれアイコン変えたん、理由を述べてみなさい。一個前の方が良かったけどね。ミラー事故禁止。ん？ミラー配信禁止になったの？
ざまあみろ。俺ミラーしないからどうでもいいもん。ようやくかよ。音声はミラーだろ。どんどん厳しくなってきます。俺は別にいいけど、厳しくなっても。寝た？寝たか。これネタね。でもさ、一番かわいそうなの、あの締め入らんかった配信者がいた時の。ヘルプマン。ポツポツ。俺は締め入らないことはないもん。やりてえそれ。来るかな。え、面白そうじゃないか。あっちで ここはママに連絡しようかな。多分すごい並ぶんだろうな。ここはママに相談してみる。当たり前じゃん。学院なんだっけ、もう一回名前言って、あのアニメ。いや俺マジで見てたよ。でもなんかアフタヌーンティーとかでもいい。なんかその酒じゃなくてもいいよ。さあ、オーラン高校ホスト部っていうのが本当にあるんだ。でそこの、あ、そのアニメのストーリー性としては、あの金持ちの高校なんだよ。みんな金持ち。そう、みんな金持ちで、なんだろう、あるんだよね、そういうのは。で、はみんな金持ちで、みんな行くんよ、部活に。部活だからホストのバーンって行くんよ。なんて言えばいいか分からんわ。見てくれたら分かる。でここで大事なのがつけ回し、
面白そうだけどね。いらっしゃい。絶対面白いと思うけどね。まあちゃんね。あ、めいちゃんね。これ本人だね、めいちゃんは。確かに。ただいま。無理だよな。いいわな。いらっしゃいの言い方に愛を感じない。いらっしゃい、ただいま、おかえり。どうしようかな。やってみたいけどね。レモンサワー。え、ミラー禁止って音声もダメなの？マジの話。ザマーでしかないんだけど、そうそうなんだ。ありがとう。サンキュー。夏祭り行ってみたいけどね。ジンベエ似合うよ。ジンベエあるよ。これポーちゃんかい？一六さん。ジンベエ。
着るか。ジンベエで寝るのもあれだ。いや、いい匂いなのって。あのね、海外行くときさ、みんなね、あ、これ身近なことだけど、タオル一枚持ってった方がいいよ。あの、今回は持ってかなかったんだけど、あの長期とかね、なんか行くじゃん。その時にな、あのもう海外の匂いが嫌になる時あるんよ。で、それがストレスでめちゃくちゃムカつくんよ、なんか。で、その時にこうやってタオルの匂いをって嗅ぐと自分の家の匂いがするじゃん。もうそれだけで幸せになるよ、こうやって。わかる人いる？これ。うん。アマスさんありがとう。これガチなんだよ。いや、ジップロック、なんかね、あの、ジップロックとかじゃなくていい。バッグとかに。こうやって。いや、香水じゃないんだよ。この、家のこの匂い。ってなるんよ。だからもう、あー寝れるわーって、こうやって。もうなんか、すごい、落ち着く。わかる。ありがとう、枕。やめたんで、僕協定、はい、得ないんで。なんかさ、これも多分切り抜きで見た人いるぞ。あの明日家にいる多分。あのさ、ツイッターにね、あの結構回ってきたんだけど、中国でなんか脇がが臭、なんか脇がの人が電車の中に一人いて、もうみんなこうやってあからさまに、みたいな感じでずっとやってんの。こうやってもうあからさまで。で、日本人ならさ我慢するじゃん、こうやって我慢するでしょ。もうかってみた。ありがとう、坊ちゃん。そう、あ、明日あれやろ、タンプレもらい行くわ。明日タンプレもらい行こう。いや、臭いの耐えられないって。脇が？そんな耐えられない？脇がいいやんな、別にな。いや、いいやんなは分からんけど。ありがとう。
ありがとう枕。俺いい匂いするよ。ガチで。めちゃくちゃいい匂いする。なんか出会ってくれる人がいたらね。今から家に来れる人いない？いないか。マジで今から行ってもいいよっていう人。配信つけてても。え、添い寝したい。無理。男は無理。添い寝したい。臭くないって俺。本当に添い寝したいんだよ。ギュッてしたい。ギュッて。いつそれが叶うんだろう。豊さん男な。男。ビゼマ来た。モンジョイでもいいかな。これででかいの？これでかい、うん、そうそう、そうか。モンジョイペペ大量購入。絶対今日はない。ようやくあの見えるわポルノハブ。マジで今日は解放する、うん、マジで今日こそ解放。マジで抜きまくる。今日は勝ち。もう我慢できない。だって俺2日ぐらいしこってないからね。俺の中で2日しこってないっていうのはもうやばいよ。病気レベル。いやもう2日もしこってなかったら絶対いけるはず、うん、もう2日だよ。絶対いけるだろ。2日はこれでいけなかったら自分が怖いわ、うん、枕ありがとう。これ寝た？とりあえず取りまねた。これどっち？金兵衛さんの見たことある。送られてきた。何それ。性欲落ちてる？落ちてない。何にもしてない。全くもって押してません。じゃあ今日誰と遊ぼうかな。ほら
マジで配信外でパコってきていい、本当に。本気なやつ。もう男になりたい。いくらくらい出すんだ。いや、金は出さない。なんかハグがしたいんだよね、ギュッと。こんにちは。ハグりて、愛情に飢えてんのって。いや、お前飢えない方がおかしいだろ。なやるとき下だけ脱ぐ人、そうよくわかるじゃん。盛り上がってくると上も脱ぐ。来たわ、もう悪い。忙しいね、俺もうガチで。いや、本気で。忙しいよ、マジ申し訳ないけど。寝ぐっき10個おいしょー。え、配信者の暴露とか転がってこんかな。暴露しないから配信者の暴露していたいんだけど、教えてくれる人いないかな。頼むから、マジで暴露しんから配信者の暴露をしたい、してほしい。あるけど誰もが知ってる配信者、誰？51号さん。
なた何誰どんな暴露LINE 内容かな教えて暴露しないから DM で送って見たい超見たい誰だろう俺が知ってる人でしょ絶対誰もが知るってこと、うん、やだ言うからあなたとも仲良し怖っマジは、ま、俺めっちゃ持ってるよちなみにでもそれでも言ってないんだよお寝たりしないもんなんか今まで寝たりしてきたことある配信上で起きたことは寝たりするけど配信外でなんかその言わないものは言わないから見してちなみに誰か送って